ジャミングは解除されたはず。司令部に通信、状況報告と救援要請。ポット、通信どうぞ。司令部に接続でき、くそ、まだジャミングが。通信環境は良好。通信ロストは接続認証の失敗によるが、現在司令部の通信機能は完全に沈黙。バンカー、一体何が。ダメだ、キリがない。トゥビー、考えがある。バンカーには非常用のバックドアがあるから、そこから僕とトゥビーのパーソナルログデータを全部アップロードして、その後ここをブラックボックス反応で吹き飛ばす。分かった。データアップロード 30% 完了、 50% 完了、 70% 超えた。 9S まだ、もう少し。 92% トゥビー、ブラックボックスを。ログデータのアップロード完了。ナイエス、トゥビー、司令部に報告を。これは、至急撤退してください。救助になりました。何かしてください。司令官、トゥービー、 9S も一体何をしてるんだ。地上のヨルハ部隊がウイルスによって乗っ取られたんです。僕たちは暴走したヨルハ部隊をブラックボックス反応で。ウイルス、何を言ってるんだ。地上からはそんな報告上がってないぞ。あれは偽装です。現在バンカーの通信は封鎖されていて、そもそも命令もなく戦場からなぜ戻った。だからヨルハ部隊が暴走して。いや、汚染されているのはお前たちじゃないのか。違うんです。トゥービー、ナインエス、貴様たちをウイルス汚染の疑いで拘束する。待ってください。汚染？司令官、退避します。くそ、扉が。バンカー内部までウイルスが入ってるのか。それがオペレーター。オペレーターさん。違う、ナイエス、あれは。ネットワークとウイルスの通信。話しかけている。そんなことが。ずいぶん楽しみにしてもらったけど、もうこの基地は終わりです。